毎年今年の目標と、うん抱負について考えることにしています。はいはい、私の人生の目標はですね、うん、もちろんゴスペルなんですね。はいはい、歌のゴスペルを歌ったりお届けしたりすることもそうなんですけれども、もう何といってもバイブルの語るグッドニュースであるゴスペルを自分で経験することと、うん、そしてこのグッドニュースをたくさんの人にお届けすること、うん、それが私の人生の目的です。いいですね。はい、その目的を達成するために何をするのかというのが、はい、抱負になるわけですね。うんうん毎年ですね、自分の置かれている立場とか、うん、こう気持ちの変化、思いの変化っていうのと向き合って、はい、今年の抱負を決めるんですけれども、今年の私の抱負はですね、変化を受け入れるということです。変化を受け入れる。はい、うん、なんとですね、去年の暮れに58歳になってしまいました。うん、うん、まあみんなそうでしょうね。もうすぐ60歳が来るというね、うんうんうんまあ、そういう、こう、自分の年齢がね、まるで人ごとのように思えるんですけれども、まあ、現実なんですね、それがね。うん、そうね。はい。まあ、正直を言いますと、それを実感するようになってきています。あ、そうなんですね。はい。もう、鏡で自分の顔を見るときとかですね。あと、うんうん、手にも年齢ってすごく現れるんですよね。手に年齢出ますか？はい。手に年齢出てるなって思うんですね。あと、体が思うように動かないとか、うんうん、こう痛みが出るっていうね、うん、そういうことがあるんですよ。寒くなると膝が痛くなるって ね、 あ、なるほどね。もう若い時はなかったよねって思うんですけども、まあ、そういう年齢だよねと思うこの頃です。はい、そしてですね、今年はなんと4人目の孫が生まれるんですね。おお、楽しみはい、もうすっごく嬉しいことです。あの、私はね、もうとっても幸せなおばあちゃんなんですね。はい、一生懸命子育てをしている娘や息子を見ながら、孫をすごく甘やかしている自分にちょっと笑ってしまいます。あの、私割と厳しい母親だったと思うので。そうなんですかね。はい、割とね、教育ママでしたしね。あ、そう。はい、うん、孫にこんなに甘くていいのかっていうね、うんうん、ちょっと自分でびっくりしてしまうんですけども、はい、やっぱり可愛くてね、叱れないんですね。なるほどね。もうね、年齢とともに役割も変わってくるし、あ、はい、気持ちも変わってくるんだなと実感するこの頃です。世代交代とかね、うん、そんな言葉もちらつくこの頃なんですね。そんなわけで、いつまでも同じではない自分を受け入れて、うん、バトンタッチしていくこととか、そして次のステップで私のするべきことをちゃんと把握して、しっかりとそれをやっていきたいなと思っています。いいですね。はい、これからも目標はただ一つ、ゴスペルです。うん、ここから目を離さずに、あらゆる変化を受け入れる柔軟さを身につける一年を歩みたいと思っています。大事ですね。